ご視聴ありがとうございます。ビュアリー TV です。今日はジムニーのメーター級交換をご紹介いたします。タコメーターの電球が切れていて夜間は不便でした。メーター級の交換は割と面倒なので伸ばし伸ばしでズルズル今日に至ります。せっかくなんでブースト系の青い光、眩しすぎる青い光に合わせて青い LED を注文してみました。点灯確認をしてみます。指向性が強いというか拡散されてませんね。面倒な分解をスタートします。まず今コラムカバーを外しているところです。僕のやつは以前分解した時にコラムカバーが外れるように見てください。こんな感じで切り取っちゃってるんですね。なのでハンドルを下げなくてもコラムカバーがスコッと抜けるようになってます。でここも本当は一体なんですけど半分に切っちゃってるんで割と分解が楽ちんです。で見ての通りドライバーをほとんど使ってません。以前の分解組み立て時にほとんどネジを止めてなかったってことですね。パネルを外すとこんな感じになってて、この4本のネジでメーターは止められています。ネジを外すとメーターアッシーがポロンと取り外せることになります。でこの時にコラムカバーがついたままだとうまいこと出てきません。コラムカバー外しててもなかなかうまいこと出てこないんで、本当はハンドルを下げた方がスムーズなのかと思いますが無理やりいけます。意味もなく力強くいけますと言いましたけどなんとか外れました。パチパチパチ。これがコネクター2つ、つながっていたコネクター2つと真ん中がスピードメーターのケーブルになってます。大きめの黒い3つが今回交換する電球になります。電球を交換したら、逆の手順で復旧作業を行います。ただ LED の時は途中に点灯確認をしておかないと戻した後にあ、つかなかったなんてこともあるのでご注意ください。懸念していた指向性の問題で光がうまいこと拡散されません。 LED の先を削って、あと周りのクリアの部分に600番のサンドペーパーを当てて光の拡散を狙います。同じ青なら統一感が出て良いかなと思ったんですがブースト系がこの通り眩しすぎて青の雰囲気も全然良くないです。光量に不足も感じませんし拡散も良い感じなんですが良くない。ってことで車庫に転がっていた赤色発光ダイオード電球2個と白色なんて言うんでしょう普通の電球1個に交換しました。以前見えにくかった昼間のトンネルでもこのようにはっきりと数字が分かるようになったのは良かったんですがなんか純正っぽくてちょっと面白くないかなかな。夜間はこんな感じです。ちょっと色の違いが出てますがまあ見えなかったんですから大成功。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。